はい、皆さんこんにちは。セカンドストリートのゆうきです。今日は僕の出勤前ルーティンをお送りしたいと思います。普段だいたい夜だけの仕事の時はアラームをかけずにギリギリまで寝るっていう作業をするので、普通にアラームなしで目覚める僕ですね。はい、で一回、電気をつけに行ってからリビングの方にあるものを取りに行きます。で、だいたいまたベッドに戻って、その、はい、あるものとはですね、はい、こちらの任天堂スイッチでございます。だいたい最近スイッチにハマってるので、一回起きてからはベッドでスイッチをやりまくるっていう作業に入ります。そして、見にくい後ろ姿の背中が見えてしまって、大変申し訳ございません。はい、で、だいたいこうやってスイッチをぐーたらぐーたらぐーたら、だいたいやっていますね。だいぶ長時間やるので、ちょっと早くにします。そして皆さん、もうすぐ、音量注意ということで、3、2、1、はい、赤みたいに背中を出しているのでこういうことが起きます。はい、大体結構な時間スイッチをやったら起き上がってリビングに戻ります。で、大体起きたらまず最初に水を飲むことが多いですね。はい、水をなんかバカみたいにガブ飲みします。大体二日酔いなので。そしたらですね、ここからは一番のぐうたらタイムです。録画してたテレビだったりとか、まあ普通にテレビだったりとか、ネットフリックスとかフールとかを見る時間になります。で、大体を見たら編集したりとか、あとは他のジューバーさんをパソコンで見たりとかする時間に入ります。で、お水を飲みすぎたせいか、尿意が近くなったのでトイレへと出かけます。だいたい朝一でトイレっていうよりはお水を飲んでからトイレに行くことが多いです。で、また戻ってきたら、ここからはこの日はですね、大食い系の YouTube をめっちゃ見ました。なのでだいたいその後に僕はお腹が空くので、そしたらお飲み物に立ち上がってキッチンの方に行って、なんか朝ごはんというか晩ごはんを作りに入ります。で、この日はまあ料理動画ではないので、ここら辺は全て早送りにさせてもらうんですが、この日作ったメニューはキムチチゲとあと納豆を食べました。今絶賛ダイエット中ですので、こういうスープと納豆とかが最近主食になっています。はい、ということでいただきます。して、はい、もうここからは、はい、もぐ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 して、はい、ごちそうさまでした。したら、この日はもうゆっくりご飯を食べ過ぎて時間がなかったので、速攻でお風呂場に向かってお風呂に入っていきます。はい、スッキリということでお風呂から上がってきました。そしたらまたリビングに戻って、顔のケア、スキンケアだったり髪の毛を乾かしていきます。はい、ここからスキンケアをしていくんですが、スキンケアら辺も今回はちょっと早くにさせていただきたいと思います。まあ、普通に化粧水やって乳液やってぐらいで終わりですね。はい、それが終わったら次ドライヤーをしていきます。ドライヤーが終わったら次に髪の毛のアイロンをしていきます。アイロンが終わったら次に髪のセットに入るんですが、最近僕は濡れ髪にハマってて、ベイビーオイルを使ってその後にまた濡れ髪用のヘアムースをつけてちょっと固定していく感じをいつもやっております。はい、で、それが終わったらもう次服を着替えていきます。はい、で、服が着替え終わったらもうそのまま速攻荷物を持って玄関に向かって、出勤するために、職場に向かっていきます。はい、ということで皆さんご視聴ありがとうございました。この動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録、そして動画へのコメント、インスタグラムのフォロー、ツイッターのフォローよろしくお願いします。セカンドストリートのゆうきでした。はい。で、もちろん一人で撮影しているので、はい、戻ってカメラを切らないといけないという作業をするっていう、この YouTube の裏側でした。